できる、これも住んでるから。マットブッチャーっていうマニアックな精肉店に来てますけど、名前すごいね。プロレスラーマットブッチャーもめっちゃ強そうやん。ブッチャーって書いてるからさ、肉メインなんだろうけど、なんか違うものも売ってんのかな。それちょっとチェックしたいんで、こちらに来たらマットブッチャーぜひ来てください。8時53分朝7時からやってるんで。おお、マットブッチャーなのにいきなり野菜コーナー来たな。スーパーマーケットなんかな、普通の。バナナもあるし、新鮮そうですよ。安いかどうかしら。アプリか、アプリか。綺麗なナスですよ、ね、安いです。これが噂のマッドディール、マッドブッチャーのマッドディール。2キロで10ドル、2キロで豚ですね。ビッグセール。フォークスペアリーブ10ドル、キロ10ドル。これすごいじゃん。1.2 キロで200円ぐらいだ。これバーベキュー。ここさ、ほら家でさバーベキューしたりするでしょ。その時にここでがっつり朝買ってさ。これはね、ドンミスイットだよ。ほら、すごい新鮮そう。ホームに、これもね、すごい。たっつらすだよ。2.7キロで22ドル。2.7キロ。牛の餌の、あのカウントの仕方来ましたよ。あの 牛コーナーね。牛コーナーどうなんですか。チャックステーキ 900g で13ドル。安いんじゃない。
すごい、この肉めっちゃでかい、 2枚入ってるけど、これもう塩コショウでステーキしたら違うの、何これ、ランプステーキ 2.3 キロで40ドル、とにかく見た感じが、見た目がいい、これをもうプラスチックバーンやめてガーン焼いたらもうめっちゃ美味しいやん。これがありますね。何これ？ホットドッグできるセット。3個セット。こんなのなんかね。何これ？ラムショルダーチョップス。味付けのさ、こういうのもあるからさ、何も焼くだけっていう感じでいいですよね。なんかね、こうやってパッケージもね、綺麗ですよ。綺麗にね、してる。本当に綺麗に切って、ね、ちゃんと雑じゃないですよ。見た感じがいいです。ダム。ダムベギー。種類の味付けで。どこの部位かは知らんけど。ひき肉コーナー、ミンチキロ11、楽しいよね、ピアさん楽しいよね。スロークックニュージーランドビーフベンチ、スロークック、何つまりどういうこと、つまりちょっとこれキロ当たり高いけど、つまりなんかゆっくり育ったってこと、ゆっくり育てるっていいの、そうなの、急いでガンガン目指して取らせる、そんなお肉があるんでね、食べ比べてみようじゃない、ね、ラムじゃなくてラム、肉団子系ですね。ありますよ。ね、ハムコーナー。マッドディ出ました。ソーセージ美味しそう。ソーセージをただ焼くっていうのもあるんですよね。ローハム。ハムコーナーもね、冷凍肉コーナー、冷凍されてるよ、ほらこのままも買ってさ、切ってるから切って冷凍だから、このまま買って帰って冷凍庫ぶち込みですよ、ね、時短していこう、マットブッチャーベストプライスベストクオリティ1978年、やばいな、使い方が分かんねえわ、なんやこれ、ここかな、電源が入ってない、これかな、さあ、お、なんか今光ったな、長押しだわ、ほら肉焼きますよ、これよ、これ700g、 700は全部食べないけど、初ですよね、住んでるからできる、これもでも配達されないけど済んではいる、便利なのか不便なのか全然わからない、火がついたよ、火が通った、よし、おお、なるほど、そう
食べましょ。おお、そんな出る、すげえわ、すんげえわこれ。ほら塩がちょっとドバって言っちゃったけど、ああいいよ、でっかっ。 Wi-Fi はまださ来る気配がねえしさ、まあでもね、今日も一日学校でやってきましたんで、だいぶまあ課題の量は多いけどね、まあ、ペースがつかめたというか、何をどのくらい力を入れなきゃいけないのか、もちろん全部 100% っていうのは、まあそれは逆に言えばニュージーランド人もやっぱりみんな悲鳴上げるぐらいの量なんで、そこは優先順位を考えてやらないと、まあ厳しいことに変わりはないんだけど、できるんで、こんな感じだよ。ほら塩がすごいまんべんなくないでしょ。ドバって言っちゃったから、ほらこの指紋の跡が物語ってるでしょ。先頭の跡だから4つあってね、こうそれぞれ手で触るとタッチパネルみたいな感じでこう下がったりするんですよ。手よ、これね、肉が好きなんだよね。こうつい肉感がね、あって、いいよ、いい感じだよ。生の人参、美味しいよ、これは。そのまま全然、皮むいてるけど美味しいよ。で、なんでかというとこれね、このさ、ディップがまたね、美味しい種類たくさんだけど、いろいろあるけど、これもう、これつけてたらもうこれだけでね、全然いいですよ。毎日馬のように食べてます。ベタっぽいね。どうよ、すごいっしょこれ。 500g はね、あるよ。じゃあ食べるよ。すごいよこれ。これちょっと見えないな、見えないな。すごいよこれは。これをねやりたかったわけですよ。これね、ほらちょうどいいっしょ。完璧やな。これだな。最高。すごい、体中に血が流れてるのが分かる。すごい、うまいわ。肉感がすごい。あ、美味しい。これかけたらまたさらに美味しいっちゃう。最高。最高だよ。ニュージーランド最高。うん。醤油もね、合う。美味しいよ。すべてが報われるんだ、これを。合うな。ステーキに人参合うな。生でね、全然いけんだよね。バリバリいっちゃうよ。最高。